皆さん、注文の頼み方は分かりますか？はい。何々をください、何々をお願いしますと頼みます。分かりました。それではメニューを確認してみましょう。サラダ、サラダ、ラーメン、ラーメン、カツ丼、カツ丼、スープ、スープ、カレー、カレー、餃子、餃子、プリン、プリン、パフェ、パフェ。はい、よくできました。それでは注文を頼んでみましょう。すみません。はい、ご注文はお決まりですか？はい、サラダをください。はい、メインは何にしますか？カツ丼をお願いします。はい、カツ丼ですね。それからパフェを一つください。はい、かしこまりました。紅茶やコーヒーはいかがですか？いえ、結構です。はい、かしこまりました。他にご注文はありませんか？以上です、ありがとう。かしこまりました、少々お待ちください。何を注文しましたか？私はサラダとカツ丼とパフェを注文しました。おいしそうね。私もパフェ食べたいな。如果您对于日文与日本文化的入门教学有兴趣，或者您是中小学教师，希望透过日本文化学习丰富学童的世界观，欢迎加入我们的 FB， 更多日文教学资源公开在教育部教育云，请看影片下方说明哦。